月刊エインヘリアル。その雑誌園香は詳しいのか？私も前に取材されたことあるの。弥生お姉ちゃんと舞台の人と一緒に。天塚と。そうだったのか。弥生お姉ちゃんと神宮寺さんが悪ふざけして、さくらさんがそれを怒って。楽しかったな。きっと大丈夫だ、園香。こうちゃん？この作戦が終わればまた以前のように話せるようになる。あ、私も手伝おう。何ができるかふわふわしているが。いいの、ふわふわしてても心強いよ。そうか、では任せてくれ。うん、そうだね。この戦いが終わったらきっと。